はい、こんにちは。今日なんですけれども、夏の脇汗、脇臭対策についてやっていきたいと思います。臭い男は嫌われるで。もう最近ね、だいぶ暖かくなってきて、もうむしろちょっと暑い日もあるんですけれども、まあ皆さん脇汗、脇臭対策してますか？どんなにかっこいい体をしてようが、かっこいい顔、おしゃれな服を着てようがね、臭い男っていうのは漏れなく嫌われます。はい、匂いっていうのは人の記憶に残るものなので、しっかりと匂いのケアをしてほしいです。今日はですね、ドラッグストアで売っている市販の脇汗対策、脇臭グッズ2つ買ってきたので、この2つを使って今からある実験をしたいと思います。はい、でその実験というのは、今から私トレーニングジムに行って汗をかく、まあカーディオをしてきます。そのカーディオ運動をしてくる際に着る服がこちら、ズドン、ギャップのグレーの T シャツでございます。グレーの T シャツなんて特に脇じみ、脇汗がわかるものなので、このグレーの T シャツを着る前に、今回こちら84メンパワープロテクトとメンズビオレ薬用デオドラント、この2つは脇汗脇臭対策のケアグッズで、まあ、脇に塗ると脇の汗が抑えられて脇の匂いの対策にもなるというものです。この2つを、右と左にね、塗りまして、この T シャツを着て、有酸素運動でびっちょびちょに汗かいて、汗、脇の匂いはどうなったのか検証していきたいと思います。はい、ということで、じゃあ今からこれを塗っていきたいと思います。ホイットニー・ヒューストンドン。ということで、私が今脱毛中のこの脇でございます。こちらにちょっと塗っていきたいと思います。こちら右の脇が、メンズビオレ塗っていきましょう。形状はこういう風な形になってまして、ロールオンタイプになってます。このままこうやって塗るっていうすごく楽なものですね。こちら塗っていきます。しっかり、あ、で香りがね、シトラスの香りがもう今漂っていますね。はい、塗り塗り、そろりそろり、塗り塗り。こちら左の脇にはこちら84メンを塗っていきたいと思います。でこちらもシトラスの香りがします。なので、まあ香料をつけて匂いを抑えるっていう風な形だと思うんですけれども、まあそれも汗をかいた後にどうなるのかちょっと見ていきたいと思います。でこちらも、ロールオンタイプになっておりまして、クリームでこうやって塗るタイプもあるんですけれども、ロールオンタイプの方が僕はおすすめです。楽です。はい、でこちらもシトラスの香りなんですけれども、右側のメンズビオレの方がフレグランスのような香りで、結構匂いがその強めの香りですね。でこっちはどっちかというと そこまでシトラスの匂いが強くない、ミント感があるシトラスの香りです。はい、この2つを今ぬりぬり完了いたしましたので、今から汗をかいていきたいと思います。ということで、無事カーディオ40分やってきました。まあ水分も途中入れながら歩いてたので、結構ね、もう汗もすごくかいてます。ここら辺汗しっかりかいてます。で脇の様子はどうなのか、ちょっと見ていきたいと思います。まず右側がメンズビオレ、左側がメンズ84でございます。じゃあこの2つ、どうなったのかいきますよ。いっせーのーせ、はい、びっしょり。はい、ということで、まあ、こんな感じでしっかりと
汗かいてあります。で、まあ有酸素運動してるから汗かくのは当たり前なんですけれども、で夏の時期ってやっぱりみんな普通に歩いてるだけでもこれぐらい汗かくと思うんですよ、 T シャツに。なので汗という意味では出ちゃうっつってね、結構出ちゃうね。まあ問題はこのこっからの匂いなんですよね。まあ香りがどうなってるかってことなんですけれども、香りちょっと嗅ぎます。メンズ美容院の方は香水の香りみたいな感じで匂いが強かったんですけれども、それが薄まったような形になります。なるほど。やっぱりこっちも同じです。汗の匂いで、まあ香料が、だいぶ取れたというような感じで、ちょっと先に服だけ着替えさせて、風邪ひいちゃう。はい、ということで、こちらですね、先ほど着ていた T シャツになるんですけれども、これ裏側です。まあ、こういう感じで、両脇汗かいてます。うん、どっちもやっぱりシトラスの香料が薄くなったような形になってます。汗の匂いっていうのはだいぶ軽減されていて、まあそれをシトラスの香りでカバーしているというような感じです。で、まあそういうことを考えると無香料のタイプもあるんですけれども、無香料を選ぶよりは、シトラスのタイプとか香り付きのものの方がいいと思います。で、今回この2つを試したんですけれども、なぜこの2つかっていうと、主成分が微妙に異なりますっていうのと、他のドラッグストアで販売されている制汗剤に関しては、この2つの主成分で使われている、どちらかが使われているという形だったので、この2つで試してみました。この2つなんですが、まずこちら側がイソプロピルメチルフェノール。で、こちら側がクロールヒドロキシアルミニウムという成分が使われております。で、制汗剤っていうのは、塩化アルミニウムというものが主成分で使われることが多いんですけれども、まあ、塩化アルミニウムは刺激が強いために、まあ、ちょっとその成分を中和させたものがこちらの成分の主成分になっております。でですね、こちらズドン、これがですね、最強の制汗剤、汗止め、汗の匂い止めのパースピレックスというものなんですけれども、これはすごく効果的で、汗もピタッと止まるし、汗の匂い、だから結構ね、その脇がの人とか匂いが強い人とかにはおすすめなんですが、刺激が強いので結構肌が荒れちゃったりするんですよね。それこそ塩化アルミニウムが使用されているので刺激が強くて肌が荒れてしまう、あと衣服も傷ついてしまったりすることがあるので、すごく効果が高いんですけれども、全員が全員これを使う必要はないと思ってます。あとはまあ最近とかだったらやっぱりボトックスとか、あとはもう汗腺をね、アポクリン腺の汗腺を取るっていう手術とかもベタに行われているので、まあそういうことをやってもいいと思うんですけれども、なかなかそういう機会がなくて、まあ重度の、脇のトラブルを抱えている場合はパースピレックスをお勧めします。で、それ以外の方とかでしたら、今回使ったこちら84とかメンズビオレとか、まあ低刺激のものを使って、日本のドラッグストアで販売されているものは基本的に低刺激なものが多いです。で、このパワースピレックスに関してはやっぱりネット通販で海外から個人輸入の取引になります。個人的な僕のおすすめとしては、じゃあこの2つどっちの方が良かったかなっていうと、そうだね、今のこれは本当に個人的な好みなんですけれども、この2つじゃあどちらがおすすめかというと、僕はこっちの方がおすすめです。なぜならメンズビオレはちょっと香りが強いなと、本当に香料で丸々カバーするっていう感じが前面に出てて、もう本当にね、脇に香水つけたような形の香りがするので、それよりだったら匂いがちょっと薄めの84の方が僕はいいかなと思います。ということなので、まあ気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、それでは